はい、こんにちは。まーちゃんでのまえはらです。はい、ベイ改造トーナメント2018夏休みバージョン D ブロックやっていきたいなと思います。はい、はい、今回もですね、たくさんの改造例ありがとうございました。ありがとうございました。採用させていただいたベイはこの8つになりますね。で、これで戦っていくんだけど、その前に黄金の5秒間やっていきたいなと思いますね。この間にチャンネル登録や、もしこの動画が良かったなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。エイジン君我慢できなかったら笑っちゃってましたね。はい、じゃあ早速この8つ目バトルしていきましょう。はい、では D ブロック1回戦の部屋を紹介していきたいなと思います。まず第1試合はシャドウアマテリウス12メテオデストロイ対シェルターレグス3リーチウェイト。第2試合はブラティロンギヌス0ウェイト対ウィニングバルキー7メテオアルティメットリブート。第3試合はスプリガンレクイエム1ダッシュスターデストロイ対バイスレオパルト0リーチイールリング。第4試合はアークバハムートインフィニティベアリング対バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュ。以上の8つのベイですね。うん、これで戦っていきたいなと思いますね。はい、僕はシャドウアマテリウス12メテオデストロイでいきます。で、私はシェルターレグルス3リーチウェイトでいきます。はい、3、2、1、ゴーステップ。さあ、シャドウアマテリウスは非常にね、エクストリームダッシュとの組み合わせはめちゃくちゃ強かったけれども、単体ではどうなのかって感じでね、カチカチ当たってるけど、おっと当たりが、これはシェルターデグスがいけるのか。ああ、違うか。ああ、3、2、1。さあさあ、意外とこの静かな戦い、当たりはやっぱシャドウアマテリウス強そう。あら、またレグルスが、ああ、ちょっとバランスを崩したな。でも今回はシャドウアマテリウスが負け。3、2、1。最初一回カチンってなるね。だけども、ちなみにシャドウアマテリウスは今バーストしそうだったよ。もう一押しあるとバーストしちゃう感じかな。だけど持つ、持つね、結構持つね。あと、おっと、おっと、シェルターレグルス 3DG ウェイトに変えます。はい、私はシャドウアマテリアス12メテオデストロイに変えます。3、2、1。おっ、結構斜めに、暴れる暴れる、斜めに打ったけど、デストロイのね、独特の動き、あっと、これはスタミナがやばい。あー、3、2、1。おっとー。ということでシャドウアマテリウスがこの後ねバーストしても勝ちがないということで、シャドウアマテリウス12メテオデストロイが1ポイント、シェルターレグルス3リーチウェイトが4ポイントということで、シェルターレグルス1回戦突破です。はい、第2試合目いきましょう。ブラッティ・ロンギヌス0ウェイトですね。ウィニングバルキー7メテオアルティメットリブートでいきます。はい、3、2、1。ゴーステップ。大回転、大回転、おぉ、やられた。3、2、1。ゴーステップ。おぉ、3、2、1。ゴーステップ。うい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 、おぉ、強い強い、うい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 、おぉ、アルティメットに向かい、おぉ、すごいぞ、なんだ、ういういうい、おぉ、強い、アタックで、意外な、このウィニングバルク、おあれ。続いて私はウィニングバルティ7メテオアルティメットリブートに変えます。ブラディロミです0ウェイトに変えます。はい、3、2、1。ゴーステップ。ゴーゴーいってる、ゴーゴーいってるね。アルティメットリブート、おー、3、2、1。ゴーステップ。おっと、いいダメージ、おっと、すごいすごいすごいね、これ蹴散らし方が、おっと、またでもそのあと、おぉ、3、2、1。おっと、おぉ、よかった、よかった、おっ、はい、おぉ。ということでブラッティ・ロンギヌス0ウェイトが3ポイント、ウィニングバルティ7メテオアルティメットリブートが5ポイントということで、ウィニングバルティ1回戦突破です。はい、では第3試合いきましょう。スプリガンレクイエム
ワンダッシュスターデストロイでいきます。私はバイスレオパートゼロリーチイールディングでいきます。はい、スイーツーワン、ゴーシュ。おっと、回収だよ。おっと、すごいすごいぞ、当たりが。わわわわ、いや、なかなかアタックのでいいや。今回のバトル面白いな、うん、あ、でもこうなっちゃうと微妙かな、うん、いや、でもまだあ、これ吸収できるから、お互いにこうなかなか、いけ、吸収、噛みつけ、ボシャ、吸収、イエーイ、3、2、1、ゴーシャ。うい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 やっぱりスプリガンでクイエムをバーストするのは難しいかな。バイスレオパルトもね、ロックが硬いからね、多分バーストはないですね、うん、さあ、そうすると吸収される、吸収そうだね、これ耐えるかってことだけど、スタミナは難しいかな。いけ、3、2、1、ゴーシャ。ういおっと、無駄に、おお、今何トンって攻撃してきたけど、押し出す。いやでもさあ、さらに吸収してスタミナをなくさせる。さあ、どう、カラ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 してるけど、吸収。そうね、スプリガンレクイエム、ワンダッシュスターデストローに変えます。バイスレオパルト、ゼロディーチイールディングに変えます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。さあ、入ろう。おっと、降りてきた。壁に当たって、あー、惜しかった。よし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 、そのまま、吸収をしないように吸収をしないように、よし、そのまま、そのまま、これはいけるでしょ、スタミナのイールディングなんだから、これいけるでしょ。はい、スイーツーワン、ゴーシュ。随分斜め打ったね、斜め打ち。もし1ポイントでもスリガンレクイエムが取ったら勝ちだな、うん、どんどん攻撃してくってね。バイスレオパルトにはバーストしか生き残る道はないです。噛みつけ。あ、ドローでも多分あれだね、スリガンレクイエム勝ちだな。ああ、はい、ということでバイスレオパルドがこの後バーストフィニッシュしてもポイントで上回れないので、スプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイが5ポイント、バイスレオパルドゼロリーチイールリングが0ポイントということで、スプリガンレクエム1回戦突破です。はい、では第4試合いきましょう。アークバハムとインフィニティベアリングですね。バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュでいきます。はい、スイーツーワン、ゴーシュ。ゴリラー、これは絶対危ない。バスター、おお、あれ意外とバーストしないぞ。スイーツーワン、押した。はい、はい、いかん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 。スイーツーワン、押した。あー、もうすげえ当たり。おりゃ。はい、ではバスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュに変えます。アークバハムとインフィニティベアリングに変えます。はい、スイーツーワン、押した。え、ちなみにバスターエクスカリバーが1ポイントも、1ポイントでも取ったらもう勝ちですね。あかん、あかん、あかん、あかん。ということでアークバハムとインフィニティベアリングが0ポイント、バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュが7ポイントということで、バスターエクスカリバー1回戦突破です。はい、ということで D ブロックの1回戦終わりましたね、うん、勝ったのはシェルターリグレスとウィーニングバルキリーとスプリガンレクイエムとバスターエクスカリバー、この4つでした、うん、これやばくない、超強かったね。これ強かったね、うん、ということで次回はですね、この C ブロックの勝者と、うん、CD ブロックの2回戦やっていきたいなと思いますね、うん、でこの勝者が AB ブロックの勝者と準々決勝戦うわけだね、うん、はい、まあもう結構終わりに近づいてきたね。そうだね、うん、なんとか夏休み中に終わりたいね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもっとコンテンツますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。